さて、今回はですね、アルファは鋭角、ベータは鈍角としますと。まあ、要は、アルファは90よりちっちゃい角度、ベータは、90より大きい角度としますよと。で、次の問いに答えましょう言うてますけど、まあ、加法定理使えばいいんでしょ。ね。1番の方なんかは、サイン、アルファ引くベータっていうのは何ぼですかと言いますと、最多コスモス、コスモス、最多でしょ。だから真ん中がマイナスになってますんで、引き算や。で、前から順番にアルファ、ベータ、アルファ、ベータってしとけばいいよと。ただ、今回はですね、これ、サインアルファとコサインベータはね、もともとここで言うてくれてるんでわかるんですけど、コサインアルファとサインベータかは、ちょっとまだわかってないんで、まずそれを出さなあかんな。ということなんで、ちょっと上借りますよ、上の方。まず、まあ、サインある、これ要は何ですか？サインの2乗足すコサインの2乗は1言うのを利用してね、もう1個出してあげたらええんけど、まずじゃあ、サインアルファからコサインアルファ出しましょうか。コサインの2乗っていうのは、1引くサインの2乗。今回サインが3分の1なんで、2乗すると9分の1ですか？ってことは、コサインの値は、プラスマイ、コサインアルファで一応書いておくか。コサインアルファの値は、プラスマイナス3分の2ルート2となりました。ただ、アルファは今回鋭角なんですよね。ここね、書いてます通り。ということは、コサインの値はプラスだけでいいですよね。マイナス関係ないよって話や。ということで、まずこれコサインアルファ出ました。同じようにして、コサインベータの方からサインベータの方も出しましょう。サインの2乗っていうのは1マイナスコサインの2乗。つまり今回は25分の4ですか。ほんなら、サインの値っていうのは、これもサインベータって書いておこうか、ちゃんと。サインベータの値は、まあ、なんぼプラスマイナス5分の、25から4引いたら21ってことは、ただのルート21か。で、まあ、コサインの方で、コサインじゃないか、ベータの方をね、鈍角とは言うてるものの、サインなんで今やってんの。関係ないですよね。サインがだってマイナスになるのって180を超えた時なんで、まあ、今回は関係ないです。なので、普通にプラスで OK です。さあ、材料が出ました。これはもうあとはめ、代入すればいいだけですね。サインアルファがもともと3分の1言うてますし、コサインベータはマイナス5分の2だと、もともと言うております。引く、コサインアルファは先ほどここで出しました。3分の2ルート2。で、サインベータもこちらで出しております。5分のルート21ということですね。あとはこれを計算しましょう。15分の左側がマイナス2、右側がマイナスの2ルート42ですか？計算はもうできないですね。だいぶ汚い形ですけども。まあ、しゃあないですね。これで答えでしょう。まあ、やるとしたら前にマイナスを出すぐらいけど、まあまあ、このままでいいんじゃないですか。はい。ということでございました。さらに、もう一つこれね、コサインアルファプラスベータも出しなさいよ、いうふうに言われてますんで、ついでにそっちも言っておきましょう。コサインアルファプラスベータですね。やんな。そうやね。これもコサインの加法定理使いましょう。コスモス、コスモス、最多でしたっけ？で、間がプラスなんで、コサインの場合はマイナスにするんですよね。ここ気をつけてくださいよ。で、前からアルファ、ベータ、アルファ、ベータってしとけばいいよという話ですよ。さて、じゃあ、もうあと代入です。コサインアルファは3分の2ルート2ですか？で、コサインベータはもともと言ってます。マイナス5分の2な。マイナス5分の2と。で、引く、サインアルファ。サインアルファは3分の1ね。で、サインベータが5分のルート21ということですね。はい、もうあとはこれの計算です。15分の左側が、マイナス4ルート2ですか。で、右側がマイナスルート21と。で、またしてもこれは、まあ、特に綺麗にできるわけではないので、これで終わりでいいでしょう。もしくは、まあ、マイナスを前に出してあげるかぐらいやけどね。はい、ということでございました。まず1番、よろしいでしょうか。次、括弧2番行くんですけど、ちょっとスペースがね、下ないんで、1番ちょっと消させてもらいますよ。1番とは上の、ここね。いいですか？ちょっと消します。はい。シュッ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 ということで、いきます。2番ね。2番は今度、タンジェントの式ですよ。で、しかも、タンジェントアルファとベータも分かってんですか？ラッキー。ほなら、ええんちゃうもん。そのままタンジェント、アルファプラスベータの式に代入しましょう。これ 3番じゃない、2番な。1マイナス、タンジェントアルファ、タンジェントベータ分の、タンジェントアルファ、足す、タンジェントベータや。ということなんで、
分母が 1-、これとこれの掛け算やろ。つまり、-40 になるから、まあ、プラス40にしておきましょうか。で、上は、5と -8 の足し算なんで、こうでしょ。終わってしもうたで。なら、これなんぼ ?41 分の -3 か。まあ、-しとくか。こうか。-41 分の3な。はい。めちゃ簡単に出てしまいました。もう一つ、タンジェント、アルファ、マイナス、ベータもやけど、これも別にそんな変わらんわ。やってることは一緒です。ここはプラスなねんな。タンジェント、アルファ、タンジェント、ベータ分の、タンジェント、アルファ、引く、タンジェント、ベータになってるということですね。はい、ということで、ここが、-40になるねんな。ほんで、上が引き算になるから、5-8 ということは、5+8になるのよ。はい。ということは、下が何ぼですか -39 ですか -39 分の上が、13になりますと。あ、ということは、これはあれですね。なんか約分できますね。最後だけはね、なんか綺麗に形になった。マイナスの両方とも13で割ってあげると、3分の1になりますよ。ということでございました。これが答えだよ、言うてね。さあ、ということでございました。